東京浜松町文化放送からお送りしております。田村敦淳のニュースクラブ。ここからはゲストコーナー。今週のすごい人。本日のゲストは、新宿歌舞伎町でホストクラブなどを運営する。スマッパグループ会長の手塚真紀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。四万振り。まきと。二、二十二十年ぐらいですよね。二十年ぶり。ロンドンハーツっていう番組が始まって二十四年ぐらいなんですけど、二十五年か もう一番最初にこう人気コーナーになった「ザ・スティンガー」っていうコーナーで浮気心を試すそうそう自分の彼女の浮気心を試す、うん、そのホストの人にナンパしてもらって自分の彼女がついていくかどうか <laughs> の第1号だもんねマキが。1> 1号じゃ番番目目か、はいうん、でその時にマキにたむ頼めばきっちりお持ち帰りしてくれるっていう <laughs>、はい、何度か出たもんね。 だからもうホストの人がいたとしてもどんだけかっこよくてもやっぱりこう人の気持ちをうまくこう乗せていくことができないと無理だからもうマキに頼んだ方がいい、うん、<laughs> 取れ高悪いしマキに頼んだ方がいいっていう <laughs> もうそれ以来で。そうですねさんとはだからこう対面で話すよりも 指示を行け行けっていう指示をむちゃくちゃな指示をくらって「追って追って追って」とかあからさまに女の子嫌がって逃げてるのに地下鉄まで追ってったりとかしましたからね電車に乗ってルート外れてでもきっちり仕事をしたわけですよねだって呼ばれる人っっていなかたねそんな真木さんが今もうスマッパグループっていうとこの会長なんだねはいそうです ちょっと改めて島田さんプロフィールの紹介をお願いします。はい、鉄花さんは歌舞伎町でホストクラブ、バー、飲食店、美容室など十数件を構えるスマッパグループの会長です。うん、歌舞伎町商店街振興組合の常任理事でもいらっしゃいます。うんえー、1977年埼玉県のう生まれです。中央大学理工学部を中退。そうだったの？はい。1997年から歌舞伎町で働き始め。 ナンンバーワンホストを経て独立ホストのボランティア団体野鳥の会夜の鳥と書で野夜の会ですね、うんうん、を仲間と立ち上げ深夜の街頭清掃活動を行う一方 NPO 法人グリーンバードでも理事を務めます2017年には歌舞伎町で初めての書店歌舞伎町ブックセンターをオープン2018年に接客業で培った おもてなし精神で介護事業もスタートされました。夜の鳥ね。はいそうです。夜の鳥で夜場の会すごいもう中央大学理工学部だったよ。あでもこれは僕夜間なんですよね。夜なんで。ですぐ辞めちゃいました。でもなんか大学に行ってるような雰囲気全然なかったじゃんあの時。そんなことないですもんね。全然ないよもう。ずっと遊んできましたみたいな空気感だったけど。 多分演出してたんだと思います。そう、ねはい、真面目だと思われるのが恥ずかしくて <laughs>。真面目でもいいんだけどね。<laughs> はい。ろいろとやってきたなんかこのスマッパグループっていう,、はい、うすごいねいろいろ手がけて。そういやまあでも18年もやってるんで。うん、その中でこうやってる来たことをちょっとずつこうピックアップさせていただいてるって感じですかね。なるほど。はい。で歌舞伎町でナンバーワンホストになったのが26歳。あもナンバーになったの。 もうすぐになってた21歳ぐらいにはナンバーなすし、ね、もう2で,、ね、でもう独立さいうそこからね、はい、早いねなんか新宿のそのなんていうの、えー、と時間の流れだとまあそんな感じなんだね,あねもうあと時代感もあるんじゃないですかねだって僕が20代前半の時は淳さんも20代のはずですよそうねでもうあんなに番組メインでやつ多いわじゃないですかあ<ー>そこ考なるとやっぱ若いですよね<ー> 今、ね、全体的に社会の層がおじさんになってるんじゃないですかねまあねその人口比率としてもね、うん、第二次ベビーブームで多いのは多いもんねそっか、うん、こんな話できると思わなかったもんね,ねあの時だってナンパできるかできないかそ,、ね、<laughs> そんなことしか話してないんだから、はい、イヤホンでいけ,けとしか言う <laughs> 諦めるなと <laughs> <laughs> 泣いてましたからね UFO は役ですけどねやる方ですからね、うん、現場が一番大変なんだから <laughs> <laughs> 一回ナンパした時なんて友達に出会っちゃってその友達と話し込んじゃった人とかいましたからね,、うん、ねそれでも行けって言うんですよ <laughs>、うん、どうやって行くて意味もわからないです二 <laughs> 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 人でいるのにね二 <laughs> 人でいるのにもう友達と <laughs> 男の。でもなんとかしてたからね,ねああそんな 真木、えー、さんのですね、はい、牧会長のお話は2時の地方明けにたっぷりとお伺いしたいと思います。はい 東京浜松町文化放送からお送りしておりますロンドンブーツ1号2号田村俊のニュースクラブ今日は新宿歌舞伎町でホストクラブなどを運営するスマッパグループ会長の手塚真樹さんをゲストにお迎えしてお送りしておりますはい。ここで手塚さんへの質問をご紹介しますラジオネームすずめボーイさん30代男性からです、はい、私は歌舞伎町に一度も足を踏み入れたことがないのですが、はい、コロナ終息後に行く場合 歌舞伎町でおすすめの飲食店おすすめの遊び場などあれば教えてください初めてですよね初めてえー、やっぱ歌舞伎町って一見で面白いところってあんまないんですよねんなんで試しにもうどこでもいいんでゴールデン街あたりのお店プラッと入ってみてうん、うん、でそこでそこの店員やそこにいるお客さんとかに違うお店を紹介してもらってうん、うん、でその店でまた違うお店を紹介してもらってっていうのを5件ぐらい繰り返してうん、うん べろべろになって、最後ぼったくられるのが。いいじゃないですかね。ぼったくられたくないんだよな。<laughs> でもそのディープな、つながりをどんどん、求めていかないとダメだと。とだと思いますね。はい、ーゴールデン街もね、その、最初入りづらくない。までも、もう勇気持って、もう、ね、気になったとこ入るしかないんで。最近は結構。 カジュアルの店も増えてるんで、うん、楽だと思いますけどね。政治記者とか、なんか重めのね、なんか話してるところもあるでしょ、うん。ありますね。で、は、も、い、うん、それは自分が会うとこを探すしかないね。そうですね。あ、結構一階の、なんかオープンっぽく見えるところは、そんなに今うるさくないです。うん、逆に、だから、株式の中の方がクローズドの店が多いので。うん、ゴールデン街の方が、実は一般人が受け入れてますね。へーかイメージとしてはね、うん、もう常連さんばっかりって、そこにこう入っていくのは、ちょっと勇気いるな。うん っていう感じですけど、うん、誰誰さんが座ってる席みたいな。<laughs> 決まってそうなイメージもあるけどね。<laughs> はい、結構オープンなんです、ね。五円以外は結構オープンですね。だからチャージ取るんですよ。チャージ千円取って一杯七百円とかなんで。二、うん、杯飲むと三千円になっちゃうんですよ。うん、まあまあ値段もするんで。一、うん、元さんをガンガン入れてます。はい,は,いはい。うん そっか。外国人も結構ね、多かったですもんね最近ね。でも今減ってるもんね外国人の人が。だから今逆に行きやすいね。で今ちっちゃい店なんでみんなもう八人閉めてるんですよ。お金もらえるラッキーっつって。逆にねちっちゃいお店まあね一日六万円は大儲けなんですよね。もらったるから。売上全然あるじゃねえかっつってみんな閉めてます。なるほど。まあちょっとこの後はね。 まあ八時で見せようっていう話でしたけど、まあ、今この歌舞伎町大変が大変かっていう、うん、いいあるでしょうからね、はい、ね、うん、そんな話いろいろとお伺いしましょうはい東京浜松市の文化放送からお送りしていますロンドンブーツ1号二号タムラースのニュースクラブこの後も引き続きゲストの手塚真希さんと一緒にお送りしていきます 東京浜松町文化放送からお送りしておりますロンドンブーツ一号にゅうしいましたか。はい、えー、今日はゲストに新宿歌舞伎町でホストクラブなどを運営するスマッパグループ会長の手塚真眞さんを迎えてお送りしております。ね、はい。はい、ここからはですね新宿歌舞伎町人はなぜ夜の街を求めるのかについて、えー、お聞きしたいと思いますが、まあこう歌舞伎町って、はい、えっとあの一番街っていう、はい、なんだあの門アーチ<門>はい。 あそこの界隈をそうですまあ総称で歌舞伎町って言ってるそうです。はい。住所的にも歌舞伎町ってあるんであります。<ー>そこの通り靖国通りから、えーうん、歌舞伎町一丁目二丁目ってまあまあそんなに広くないですよね。うん、四角い区画のところですね。 でも東洋一のね、はいうん、歓楽街でやっぱりそれぐらい人が来るし、うん、それぐらいこうずっと動き続けてる街なんでしょ、うん、はいいだと思います、ね、24時間ね時間だってそのコロナ前だったらもう朝でも夜でも,でもいつでも人がいるもんね。 大人になってからちょっと元気がなくなったら行きづらいなっていうか <laughs>、はい、行ったらベロンそれこそベロンベロンになるまで遊んじゃうから、はい、いやそうですね、うん、終わりがないんですよね、うん、昨日も僕不動産屋の物件見に行ってたら、うん、あの一緒に行った次元の友達がベロベロで店から出てきましたからね三 <laughs> 時ぐらい,しくしてないじゃん時間軸が全然わからないなと思って。<laughs> はい でもこの歌舞伎町、はい、これいつからこうホストクラブの街みたいなイメージになってっまあ昔からホストはあったんですけど、うん、実際70年代ぐらいから少しちょろちょろあってで僕がやった90年代ぐらいはまあ10軒か20軒ぐらいしかなかったと思うんですよね。<ー>で多分この年年かから10年ぐらいですかね、うん、一気に 今二百五十件ぐらいあるんで。えー、もうダントツで歌舞伎町の基幹産業にもホストクラブになってますね。なるほど。うん、それ、なんでその歌舞伎町がホスト外みたいになってった。うん、誰かが仕掛けてた。いやー、まあ、多分普通に考えれば、やっぱレッドオーシャンなわけじゃないですか。うん、なんですけど。多分水商売やる人間とか、ホストをやる人間っていうのは。うん あまりこう深く物事を考えずに歌舞伎町だったらいいやって思っちゃうのかそこに何か集まるんですよね、うん。<ー>多分何かね勝つんだったら別のところで立ち上げてそ,、うん、あそっちにも歌舞伎あホストクラブあるんだっつってね、はいうん、渋谷とかどこでもやればいいのにね。と僕も思うんですけどそうならないのが面白いなんかビジネスだなと思いますね。でも新宿にやっぱホスト 遊びしようと思ったら、新宿に行ってますもんね。歌舞伎町しか思い浮かばなかった。みんなで歌舞伎町。でも、そのイメージもあるのかもしれないですね。女性のはね、結構銀座だ、六本木だ、新宿で、まいろいろね、分散してますもんね。これ特殊ですね。そうなんですよね。それは多分、意図的に誰かがどうしたっていうことじゃなく、自然とそうなってたっていう、こう。面白みだと思いますけどね。なんか、まあ、映画とか、の、見すぎなのかもしれないけど、やっと、こう。 怖い人たちに夜追われるみたいな、はい、いじゃない。<laughs> はい、ありますね。うんやっぱ、そう。怖いところもあるでしょ今ははっきりと、本当にないですね。へえ<ー>。もうここ十年ぐらいは。もう、みんな周りの子たちもホストをやる子もそうですし。ミニ、うん、商売やる子。自体が、もう普通の子なんですよ。うん、で、多分これは、社会全体に不良の子が減ってるんじゃないかと思ってて。うん、高校生とか、大学生とかでも。うん、なんか因数の不良とかの方が、増えてるというか。うん だかからなんかこう昔ながらの不良が不良の延長上で明治商売やってやんちゃで喧嘩するみたいな子たち全然いないんですよ。えー、で、まあ、そういう事情があるのと社会との兼ね合いの事情があるのとあと10年ぐらい前から変わったのは一やっぱ SNS ですよね、うん、何かやっぱこう事件とか問題を起こすとすぐさらされちゃうので、うん、なかなかこう裏に隠れてこそこそ悪いことができない時代になっていった。うん、だからその怖い方々も うかつにこう一般人に手を出せなくなってたんですよね、うんうん、監視が広がってったってこと、ね、ですね、はい、SNS が広がってねで,で,<ー>で実際にそういう方々のもうこんなこと言っていいのかわかんないですけども、ほぼ人権がない状態に法律でも今、うん、封じ込められてる状況なのでな、うん、り手も多分すごく少ないんですよ、うん、ああいう家業に なのでここ数年は本当に見ないですけどね。あじゃあ街がもうガラッと変わってんだね俺が知ってる歌舞伎町と。うん、いやなかなかないと思いますけどね。で<ー>でも先週うちのの従業員が居酒屋であの パンらっってて鼻の骨折ましたいいいやややああるるじゃんよだって俺言ったもん歌舞伎町ずっと写真撮り続けてるっていう人に久々に「どういうところで撮るんですか?」ってこういうところで酔っ払ってる女の子とかがもうパンツ丸出しで寝てたりするんですみたいな。そしたらお店で揉め事。 のこう、うん、何やってんだよみたいなのがあって、うん、すぐパトカーがか二、三台来てたよ。そう、そうなんですよ。すぐパトカー来るんですよ。うん、あの近いんで、うん、もう思い浮かばかったらすぐ来るし。うん あと結構すぐみんな忘れるんじゃないですかね何 <laughs> <laughs> のいことがあってもそうか前よりは本当におとなしくなってきてるのは確か、ね、全然おとなしいと思いますね,ねすごい怖い人が少ないと思いますもともと多分昔から問題起こすのって酔っ払ったサラリーマンなんですよ、うん、酔っ払ったサラリーマンが調子こいて女の子に声をかけて誰かに怒られたりとか、うん、もう酔っ払った勢いでキャッチについてってぼっとくられるとか、うん、喧嘩してるのも大体そうなんですよ 新宿よく知らない人がふラッと見て酔っ払って揉めちゃう中の人は中の人なりのルールで結構ちゃんとおとなしくやってるんですよだってみんなが共存しないといけないからね揉めててもしょうがないやっていうのは働いてののね歌舞伎町中には今回手塚さんがお書きになった「新宿・歌舞伎町人はなぜ夜の街を求めるのか」っていう本があるんですけどここでもまあ昔手塚さんがちょっとやらかしちゃったなっていうエピソードが出てますよね。 この話ちょっとしてちょっと相手のメンツを潰してしまったっていうメンツなんかその、まあ、本に書いてあるんですけど僕がホストクラブで働いて、まあ、当時ナンバーワンだった時に、うん、もうそれこそスティンガーに出させてもらってた時なんですけど、うん、お店の外でお客さんを送り出しをしてお店に戻ろうと思ったら、うんえー、そのタクシー俺が先に止めたんじゃねえかってよそのホストに因縁つけられたんですよ。僕も そそれこロンハーにも出てるしもう歌舞伎町で有名だと思ってたわけですよ。でそいつもきっと俺のこと知ってるだろうと思ってたしでその僕の後輩はまあまあホテル行きましょうよみたいな感じだったんですけどなんかちょっと調子に乗っちゃって止まって振り返っちゃったんですよ。向ここううもけけななくってて歩いきたわですよでなめてんのかみたいになってででも当然僕のことも知ってるだろうと思ってじゃあいいよ やってやるよっつって、じゃあ看板下ろしてやるよっつったんですよ。そのまあつまり自分は売れっ子で有名だから、お前なんか知らないけれども、俺は看板下ろしてる。お互い看板下ろしてじゃあ対マン張ってやるよっつったんですよ。もそんなはっきり対マンなんか張ったことないし、喧嘩も全然弱いんすけど、張ったりで、そしたら大体いや終わると思うじゃないですか。で終わると思って、あのじゃあついてってやるよってついてく途中にどうにかなるのかなとか思ってたら。 あの、ついていかれたらそいつの店の仲間たちがいるとこで一瞬でも「はさはちな」ってもうも疲れちゃって全然有名じゃねえとか思いながら「誰も俺のこと知らねえじゃん」みたいになってで後輩に助けられて店に戻ってでまあケンカだってやっぱその店は騒ぐわけですよみんな乗り込んでいくぞみたいになってだだっててナンがやられんんもね。で、そういうのはよくある時代だったんですよ店同士の戦いみたいなのが。 でそしたらすぐに向こうはやっぱりやっちゃったって気づいたのか、うん、まあその怖い方が連絡をしてきて、うん、で話を収めることになっちゃったんですよ。うん まあ数百万かかかもらうなでまあ僕はそれで <laughs> 次の日に <laughs> 弁護士いらずでも次の日に俺これでいいのかなと思って、うん、こんなんで僕のメンツは保ってるのかと、うん、お金をもらって歌舞伎のナンバーになろうと思ってた人間が全然この夢じゃなくて、うん、こんなクソみたいに舐められてと思って、うん、で考えた結果次の日の営業中にその店に。 乗り込んじゃったんですよ営業中に <laughs> そうなんですよね営業中にカランカランって入っていって一人でまた行ったのえっと後輩と二人で行きました<ー>で、そしてそのそいつを見つけて、うん、まあ殴りかかったわけですよ営業中に、うん、キャーって声がお客さん来てんだよね向こうは向こうで殴りかかったんですけど、うん、またすぐに 昨日よりひどい袋に。て全身が痛いぐらいの袋になり。あ、でも、面子なんだ、それが。ただ、そうした結果、その。自分の面子はと思ってたけれども、その怖い方の面子を潰したことなっちゃったんですよ。ああ、そうか。俺が収めたのに。収まってねえじゃねえかってこと。だから、最もやっちゃいけない。ことをしちゃったんですよね。仲裁を要は、ちゃあの、おじゃがいしちゃったんで。で、その怖い方々が来て。 そこから長時間正座をさせられ大変だったっていう話のそうですねめっちゃ絞られるじゃんそうかそっちのメンツなのかそうですそうです両方ですよねだから僕らのメンツは僕のメンツを保つために僕は夜の世界のメンツを壊したっていう若さですね最終的にはその怖い人たちは「お前も若いからさ」みたいなんで落ち着くの いや全然落ち着かなかったですね。長い結構長き縛られもうもう人生であんなに正座したことないす、ね。<laughs> <laughs> で映画みたいでした。うん、なんかこんなこと言っていいんですかね。なんか本当にもう怖い方と脅す方とこう、うん、なんていうんですかね交互、うん、に行くんでしょみたいなはいでいっぱいどんどん増えてくるし、うん、でまあ実際にその本にも書いたんですけどあの一緒にその時に僕の上司がすぐにこう、うん、メンタルも蹴っ飛ばされてしまって。 もう目が取れるみたいな状況になってたりして、もう見てられなかったですね。イエー、すっげーそんねだ。それも何年も二十年ぐらい前。そう二十年前ですね。二十一、二十三ぐらいの時なんで。昔のイメージの歌舞伎町でね、今はだいぶこう変わってきてるっていう。そんなことはあんまないですね、今ですね。ね。今もうない。

こうホストクラブ以外にこう飲食店だったりとかあと歌舞伎町で初めての本屋さんとか開業事業まあこういろんなことをやってるんですよね。うん、これがまあ飲食店はこうね、うん、じゃあ次、まあ、お金も手にしたし次何かやるかって飲食店浮かぶの分かるけど、うん、この本屋さん本屋さんはどういう思いで、はい、なんか そのホストクラブを経営した時は本当にノリで経営を始めたんですけど、うん、28ぐらいになって、えー、従業員たたちが、まあ、20歳ぐらいだったわけですよ、うん、でこの子たちの面倒を見ていくんだ俺は。 っって思ったたがホストクラブ経営者に多分初めてなった時なんですよね、うん、でその子たちの面倒を見ていかなきゃって思った時にじゃあ彼らにどういう教育をしていけばいいのかなって考えた時に、うん、そのビジネス的なロジカルシンキングを教えるとか売り上げの上がる方法を教えるとかっていうよりかは長くその生きていく上で必要な素養を身につけさせることをしたいなってずっと思ってて、うん、で本を読んで映画を見ろってことをずっと言ってきたんですよ。うんでまあ、基本的にそれは感性を伸ばす教育 がそのお客さんんとこうう話す時になんて言うんですかねその人が嬉しい時に一緒に喜べてその人が悲しい時により一緒に悲しめるような感性を持つ人間になることが僕は未知商売ででで大事だと思ったので<ー>でそれはきっとこれからその AI だとかって、まあ、今 AI って言いますけど、うん、あのこれからの時代こう職業がいろいろなくなっていく中で人間である価値になっていくんじゃないのかなみたいなことを従業員たちに教育で言ってたんですよ。うん でその中で本読め本読めって言ってるのに全然読まないから、うん、だったりそのことを自分たちで本屋やれば読むかもしれないなって思ってやったっていう流れですね。<laughs> えー、<laughs> そうなんだ。そうで,すでなんか週に一回本屋にスタッフを立たせるみたいなことして、で本仕入れるんだから自分が知らないとね、そ,うですその従業員の人も。 何を売ってるのかって分かんないから勝手に読み始めるってことねホスト書店員がでもみんな難しいの読まないんで簡単なやつばっかりしたけどめると。<laughs> まあでもそれでも本を読まなかった人が読み出すきっかけにはなったってことね、うんまあ、読み出すかでもなんか本夜をやってる会社で働いている自分っていうところからでいいかなぐらい残ってましたねへえ。こんなスタート の本屋さんないでしょ。そうですね。<laughs> <laughs> さらには介護もですよ。そうね。う介護はまあ結構かんまあその僕たちのやってるそのおもてなしっていうサービス、うん、お客さんを喜ばせるっていうのはまあ全く介護も一緒だと思ったので、うん、で介護って、うん、あのコーヒーを出す商売じゃなくてコーヒーに操作を引く仕事だっていうことを聞いたことあるんですよ。うん、つまりただ単にコーヒーを飲ませるだけじゃなくてここの下にこの操作を引いて そう,そういう,こうおもてなしが介護の仕事だと、うん、でもまさに僕たちのホストの商売っていうのもそうで別にただコーヒー飲ませればいい操作なんかなくたっていいじゃないですか、うん、だけど操作をつけるのがなんかこうサービスでおもてなしであるっていうそこの部分を聞いてそ,そこが重要ってことね、はい、そうです、うん、それは全く一緒だなと思って、まあ、ホストたちのセカンドキャリアしかりあとは自分たちのやってる仕事っていうのがただ単にホストの能力 ななんじゃないよと、うん、こういうふうに違う仕事にでも転化できるんだよっていうことを実際に見せてあげたいなって思ったのがそうかだから、うん、分かるでしょその俺一番冒頭で言ってんじゃん、うん、その女の人をナンパしてもらうっていう企画をやってもらってな、うんでマキに集中しちゃうかっていうとなんでか分かんないけどそうさせちゃうとかそういうふうに気持ちがなびいちゃうっていうところがサービスにつながってん全部の。 ああだからナンバーワンだってそうだよねうん、うん、そういうことできるからお客さんがどんどん来るし、はい、うんうんうんそうですはい介護までねはいでも考えたらそうだもんなまあ赤字ですけどね今まで一回も来るじゃないってことないですえ介護需要ははいでもこれからなんじゃないだって、うん、今まで行ってたお客さんまだだって <laughs> そうですよ、ね、マキが二十歳の頃って二十歳の頃に <laughs>、はい 二十歳だったとしてもまだ四十、ね、歳でしょ。はい、介護に行こうってまだ思わないじゃん。ね、こっからだから二周年生かし続けたら、はい、爆破ネすると思う。本当ですね。うんまた帰ってきたよっ,つって。はい いい話ですね。めちゃめちゃそれ映画になるよね。長期で見たら。今ノウハウを溜め込んでる時ですね。じゃあその時に向けてね。でもそのセカンドキャリアを作るっていうことを考えても、ホストだった人がまあ介護をやってもいいっていう一つの選択肢が増えるだけでも、俺はやる価値が相当あると思うけどね。実際にやらなくてもいいんですよね。うんはいそうね。 でまあ、新しいこともたくさんチャレンジされてますけど、うん、まあでも今ですよそ、ね、このコロナとの戦いになりますけど、うん、まあ実際こう夜の街が一時期ね、うん、集中的に叩かれたっていう時もありました。うん、あもう夜の街が原因になってますっていなりましたけど、まあ、実際こう今の歌舞伎町はどうなんでしょうか 今ですか、はい、今あんまりちょっと僕も状況は把握してないしねうん、うん、なんかまあ流れるままなのかなと思っててあんまりこうしっかりニュースだとか、うん、え現,現状とかを見て右往左往するよりかは冷静に俯瞰して考えたいっていうタイミングだと思ってるのでうん、うん、あんまりちょっと今の現状はあんまわからないですね。はいはい、でもその時にその小池さんがまあ夜の街関連みたいなことでもう歌舞伎町匂にわすようなことが相当あったじゃないですか。 歌舞伎町で仕事してる人たちからしたらもう死活問題なわけじゃん。でそこで「マーキさんどうにかしてください」ってだって理事長やってたらいっぱい来るんだよね陳情みたいのが。いやでも実際、うん、歌舞伎町で働いてる人間たちっていうのは。うん もうううともと水商売やっているってい白い目で見られてきてる人生なので今でもやっぱり多分ホストあホストなんだって言われるし、うん、キャバ嬢っったらキャバ嬢なんだって言われるし、うん、所詮そういうふうにこう後ろ指刺さ,されるっていうことは、ま、今に始まったことじゃないって気持ちの方がみんな多分強かったと思いますね。<ー>だ,かだからそのなんかへこたれるっていう方ではなかった,でもかったと思いますよ。だ なんかそのこのあと多分話すかもしれないですけど新宿区長さんとかと一緒にえ連絡会っていうのを立ち上げて勉強会みたいなのを作ってでそこにいろんなホストたちを連れてくってことを僕やったんですけどそこである一人のホストが言ってたのが「あの口を聞いてください」って僕は毎日電車で出勤して新たな駅新たなビジョンを見た時にそのねメディア側も。 新宿に行くな歌舞伎町に行くなって言ってるんですよ僕はそこに毎日出勤するんですよその気持ちわかりますかって言ってましたやっぱそれはすごく苦しいって言ってましたなるほどね。うん、行くなって言ってる場所に行かないといけない人がいるってことだもんね、うん、だからそこはその事業者さんに対して歌舞伎町の事業者さんに対しての寄り添い方みたいのは全くなかったってことだよね、うん、政治の伝え方選挙だったんでしょうがないかなとは個人的には思いますけど、うん、ただはっきり言って ただ分断を招く誰かを悪者にして大多数の人たちが安心するっていうような超初歩的な政治手法で都知事選の前ですもんおかしいなと思いましたけどねで,でもやっぱりそれにさらに驚いたのがそれをそのまんまメディアも引用してで納得してしまうこの日本国民たちがたくさんいるっていうことに驚きましたね。だかからなんかそのの時期僕がすごく意識してたのは めめちゃめちゃゃ取材が来るんですよ、うん、でどこのホストクラブもみんな取材来るんですけどやっぱりいちいち答えるのんどくさいじゃないですか、うん、でも僕はその取材に答えるか答えないかじゃなくてあなたたちの一つ一つの発言がこの社会の分断をあおって社会の分断をあることイコール感染拡大の防止にならないんだよってことをメディアの人たちにコンコンとこういつも電話で,しってましたでもそれってメディア伝えないでしょ 伝えますね伝えたところ多分ないと思うし、うん、だか歌舞伎町に行かなければいいっていう完全に間違った情報があの時流れたじゃないですか、うん、そうじゃないじゃないですか感染症って、うんうん、だからそ,そこを皆さんちゃんと考えてますかって言ったんですけどね。うん、それはメディアは無視するよね。うん、だって自分がりりたたいい絵とか撮りたい、うん 言葉とかを決めて取材するから、本当の実情を、あの、ちゃんと伝えようと思って、マスメディアで動いてるとこって。本当少数だなと、思います。はい、この言葉だけ切り取ります。はい、はい、この絵だけ欲しい。だって。どんだけ歌舞伎町に人が来てないかっていう絵が欲しかったら、人がいなくなるまで撮り続けんだからね。本当に人がいたとしても。そうですよね。 そこの汚いところとでも戦ってたらさ疲弊しない、うん、精神的に。疲弊もちろんしましたけどでもその新宿のホスト業界で、まあ、お金を稼ぐのはうまいやつはたくさんいますけど、うん、おそらくその一般的な方と、えー、ちゃんと会話ができる対話ができる人間ですそんないないんですよ。うん、それができるののにしないのはちょっと 自分は逆にしなかったら後で公開するなって思いのは強かったですねその時はなるほどね、うんうん、だから俺が行ってくるわっていうのはあったわねあ,あ,ありましたねでもそれいなかったらどうなってたんだろうね今間に入ってくれてその新宿区長とちょっと話し,しましょうよっていうことを働きかけたから良かったけど、はいはい、マキーが動かなかったらもしかしたら誰もいない可能性あるんだよねそうですねでもまあ 今の結局、結局はこのコロナの状況を見てると、まあ、そんなに過酷症が大きな問題ではなかったってこと、今な。うん、今後からは気づいてると思うんですよ。うん、しれっとみんな金儲けしてたんじゃないですかね。<laughs> 多分。粛 <laughs> 々とやってる。人はやってる。ってことねとやっぱりみんな力強いなと思いましたね、過酷症の人たちは。それでも店閉じてる人いるでしょいっぱい。えっと、閉じてるのは。うん 一元さんやや観光客目当てにやってるところなんでも、うん、もともとその要はホストクラブもそうですし、まあ、小さなお店とかっていうのは常連さんんでで成り立ってる店なんですよね、うん、だから人と人の関係で成り立ってる店は実はそこまで大きな打撃を受けてないんですよ。<あ>へ<ー>もちろん売り上げ下がっだですけどもこ,これはすごく最低、まあ、本にも書いてるんですけど最低の話で、うん、結局そのインバウンド向けっていうのはまあ どこの駅を降りてもどこの海外の地方都市っても景色が一緒になっちゃうじゃないですか、うん、あれがやっぱり歌舞伎町にも来てたんですよ、うん、歌舞伎町の一等地にはもう見たことあるようなチェーン店の居酒屋とレストランが並んで,、うん、でそ,のそこが要は成り立つのは人件費を安くして回転率をよくしてっていうことなわけじゃないですか、うんうん、で,でそこにいるビルのオーナーたちっていうのは歌舞伎町を愛しているはずなのにそういう店を入れる人たちなわけですよ。 そういうところが潰れてますよね。なるほどね。さあもうちょっとお時間が来ちゃいました。最後に早いですね。これから手塚さんが株所でやっていきたいなんかどんなことかはい考えとって言い続けるでしょう舞伎町にはそうですね。いやまあやってきたことは特にないですね。なんかいろいろやってますけどもうね面白いんで勝手にいろんなことが起きる街なんであのその中でどうより自分が楽しめるか。 をもっともっと考えたいしなんか他にも楽しみたい皆さんがこう楽しみたい人をこう案内しとかできるようになっていけばいいかなっていうぐらいですかねでも俺介護事業はほんと続けてほしいなと思うし実に見に行きたいですねその 元ホストのの人がやっっててる介護の現場手 <laughs> まあいろんなことをやってらっしゃいますが、はい、本のお知らせで最後に、はいえー、手塚真紀さんがお書きになった本「新宿歌舞伎町人はなぜ夜の街を求めるのか」「厳冬者」から発売中です。お読みになってください 東京浜松町文化放送のスタジオから生放送でお送りしております田村敦史のニュースクラブここからはメールコーナー敦史の部活です今日のテーマはこちら生きづらさを抱えている君へ若者のリアルな悩み相談さあオープニングでも紹介しましたが今週から3週間にあたっ で募集するテーマがあります、うん、若者のリアルな悩み相談ですあ悩むよね若者はそうですね俺も悩んでたもんなんんでこのニュースクラブがですね、うん、えー、この度東京都主催の若者支援のオンラインイベント若チャレ未来のヒント見つけようとコラボしまして特設サイトからですね東京都のサイトニコニコ YouTube で 随時ストリーミング配信でお送りします、うん、ぜひ若チャレで検索してアクセスしてみてくださいまなんで放送もされますけどこういう配信もされるということですね、うん、えいじめ不登校ニート、引きこもり、貧困、児童虐待など今、生きづらさを感じている人そのご家族、友人え一人で抱え込まずに 小さなきっかけの一つとしてぜひ番組までメッセージをお寄せください、はい、内閣府が13歳から29歳までの男女1万人に対して行った子ども・若者の意識に関する調査これ、令和元年度調査ですが、うんえー、この調査によりますと若者のおよそ半数は何かしら困難経験があるという現実が分かりました。身近な他者ととうまく関関われず対人関係が苦手であること 場にうまくなじめないなどの要因があるようです。うん、生きづらさといっても、若者の性格も置かれている環境もそれぞれ違いますよね。困難を抱えるということは、誰でもあることなんだということを改めて認識しないといけません。うん、はい。まあ、そんな皆さんの思いをここでね、一つのきっかけとして教えてもらえればなと思うんですが、松田、はい、もあります。 うーん、僕は18から東京に出てきて、うん、ま、それこそ生活はめちゃめちゃ苦しかったですけど、やりたいことをやれてるっていう。まあ、幸せはありましたよね。うん、で、二十歳ぐらいにはもう初舞台まあ、吉本の舞台に出れるようになったんでうん。うーん 生活が苦しかったけど夢を追ってやりたいことが早くにして見つかってしかもそれがあの比較的こう花開いたっていうところで言うとまあ苦しかったけどもなんかこう充実してた二十歳までの期間、うん、でそっからの方が吉本に入ってからの方が悩みが多かったかな。ですか。 組んんででたた人がいたんですよね高校の同級生と一緒に下関から東京出てきて18であ、うん、あそうなんですよだけどそのもう一人は東京に馴染めずに2ヶ月3ヶ月ぐらいかなでもある日急にパッと消えちゃって、うん、で相方がいないやべえ知り合いもいない東京で、まあ、2ヶ月3ヶ月ぐらいだからまだ知り合いなんて一人もいない状況。うんうん バイト先の人ぐらいかなバイト先のおじさんぐらい、うん、だったからわあ途方に暮れたなーっていうのあったけどでもそれでもやりたいことが明確だったからなんかね恐怖とかかかはななななったたんだよね動ききゃゃやらなきゃみいそれが相方がすぐ見つからなかったら俺もあのー、すっごい悩んで、うん、今、まあ、ここにいない可能性もあるしね相方うさんと出会ってなかったら。た、まあ、たまたまうーん た,たま田畑さんに出会ったま俺が18歳の頃に28歳の田畑さん、うん、俺とコンビ組もうって言ってきた田畑さん、うん、とカラオケボックスに入ってネタ合わせしたら、うん、古いなーって感じてすぐ, <laughs> すぐに伝えたんですよ「ちょっと田畑さんと組めません」って18歳の若造が。<laughs> うん もう生意気だと思うかもしれないですけどもちょっと田畑さんとは組めないですっていう正直に言わないとなんかずるずるやって時間無駄にするの嫌だったからそしたら田畑さんが「あなんかそうだよねなんか10個も違うとやっぱ感覚違うもんね」あ「同じ年代ぐらいで同じ名字のやつ知ってるよ」って言って田村亮さんがやってくれたん 田畑さんと比べたらもう誰でもよかった。いや何の話ない。いやもうタバさん、タバさん本当にずっとあのお世話になってて、まあそこでね厚さんが一言言えたでその人が紹介してくれたっていうその偶然が重なったのがすごい。まあなんか本当一つのきっかけでね変わっていくと思いますがじゃメールをご紹介していきましょう。ラジオネーム風の谷のアルパカさん、20代男性の方です。 僕は大学卒業後に就職した会社で上司からパワハラを受けうつ病になり退職しました<ー>その後体調が良くなってきた時期にアルバイトなどをしてみましたが人間関係でまたつまずくのではないかという不安が大きく短期間で職を転々とし現在は無職です<ー>ここ3年は仕事を探す元気もありません一緒に住んでいる親は自立しろの一点張りでとてもつらいです仕事をしても 家にいても辛い僕はどうすればよいのでしょうかうかかんそっかパワハラね,パワハラはねしてる側もねなんかそんな認識じゃないと思うんですよね世代間がこうだいぶあるとね本人も上の人にやられてきたことをそのままね愛情だと思ってやってることが実はねそれひもいたらパワハラだよみたいなことが。 結構あるじゃでだんだんとそのパワハラの正体みたいなのが分かってきてるから今こうやってねそれはパワハラですよってこう言葉にして言えるじゃない、うんで。でもそのパワハラって言えなくてもどの年代でもきっとその上司から理不尽なこう物言いをされて苦しむみたいな、まあ、俺でもあったからね、うん、挨拶しても挨拶してもらえない吉本の社員、うんうん、俺も今でも。 その人許してないですけど、うん、だから周りで理解してくれる人がどれだけやっぱ必要かっていうのを逆に感じてほしいなと思うんですよね。で,ねで家に引きこもることが俺ね悪だとは思わないんですけどただずっと何か人生のきっかけを探すんであれば家に引きこもってネットで情報を得るだけだとやっぱりこう。 風通しは良くないんで、うん、まあこれ頑張れとも言わないし勇気を振り絞れとも言わないんだけど、まあ、家にいることで自分が何も道が開けてないなと思ったらやっぱりこう外に出てい今までとは違う昨日までとは違う何かに触れないとその人生は好転していかないって俺は思ってるんで、うん、まあ誰か人に触れることもちっちゃい触れ合いでいいと思うんだよね。 興味関心のある場所に行って人に触れ合ってそこで何かの針が触れてまた人と会ってみようとかっていうもう本当ちっちゃいちっちゃい成功体験の積み重ねだと思うんで、うんうん、今はもう本当に苦しいことしかしてないじゃない苦しい思いしかしてないから。で,ね、でもねあるんですよこうあることをきっかけにああか人生のものの見方が180度変わるなっていう瞬間を、まあ、一気に 変わらなくてもいいからこうやって180度とかって言っちゃうとそんながらりと景色が変わるかって思っちゃうかもしれないけど、まあ、ちょっとずつでもいいから今いる景色から変えていくっていう作業はした方がいいかなと思いますね。はいまあ、なんかこうこれしかないと思って探しに行っちゃうとなんか見つからない、うん、見つからないってしんどいかもしれないですけど本当出ることによってなんか偶然の部屋みたいな,、うんなんね、あ思ってないところにあったみたいなことありますもんね。うん、そうで何年に、えっと 家に引きこもってんでしじゃあ3年ぐらいまあ仕事を探さないで家にいる時間が長かったとしたら逆に捉えるとね俺はポジティブシンキングにすぐ変えちゃうからそのポジティブハラスメントって言われるかもしんないけど3年分家に出てなかった人が街に3年ぶりにいろんなものを見聞きした時に「 俺ななんんかよよりももっと、ね、針が触れるはずなんですよ当たり前だと思ってたことが当たり前じゃなくなる度合いが強いんで、うん、だからその3年をねプラスに転じてほしいなと思いますね。針を、ね、磨いてきたっていう考え方もねそうそうっ何にも針を震わせないでこう感性を言ったらさこう閉じ込めてたわけだから、うん、いきなりパーンと街に出たらうわ何かこれも新鮮とか。 なんか街のここにこんなのができてんだちょっと入ってみようとかっていう本当もうどんなきっかけでもいいけどね、うん、さあ続いてご紹介しましょうラジオネームバリーボーズさん29歳男性の方です、はい、え現在5年間ネットカフェ難民をしています、うん、大学を卒業して一般企業に就職しましたが社員削減で会社をクビになりその後の就職活動をうまくいかず家賃が払えなくなってしまいネットカフェ難民になりました、うん 周りの友達はマイホームを購入したり、車を購入したりしている中、就職もせずに貧乏生活をしているのが辛いです。どうすれば、この生活から抜け出せるでしょうか。うんそっか、うん、まあ。比べるっていうことを。まず、やめることですよね。うんあの、まあ。今の場所から、何とか抜け出したいって気持ちは、まあ、確かに。 うん、その自分のこうしたいっていう目標なんだけどでも周りの人がこうだから俺もそうなるっていうまず指針をやめた方がいいかなと思って、うん、俺も東京に来た時にも相当不安だったんですよ周りの友達とやっぱ俺はもともと人と比べるのが嫌な人生だったからその東京にもパーンと飛び出せたし、えー、と将来なんてどうなるか分かんないようなところに身を置けたんだけどでもやっぱねこう。 ちょっとししたた不安はありました同級生は固定給もらって、うん、でその結婚してとかっていうのを見てるとうわ俺このままどうなっちゃうんだろうっていう不安も確かによぎったんだけどいやいやいや俺そっちをもう友誰かと比べるのをやめたじゃないかやめないと自分の幸せの価値観みたいなのが生まれてこないって20手前ぐらいかな、まあ、成人式の時にもそれは思ったかな。うん そそうそう成人式の時に強く思ったんだよみんななんか大学である程度ねこうもう進学もしてるしで就職してたやつはそこそこなんかお給料もらって俺なんかよりも全然いいスーツ着ててとか車持っててとか、まあ、あの時不安だったけどやっぱりこう自分軸で生きるってことをきちんともう一回持ち直そうと思ったんでん確かに今置かれてる状況は自分が思ってるよりも悪い場所に あるのかもしれないけど他人と比べてゴール設定するんじゃなくて自分がどう生きたいかどういう人生を送りたいかっていうあの再ゴール、うん、もう一回ゴールを設定し直すことが大切かな、うん、じゃないと人のゴールのために走ろうと思った人と比べてるゴールに走るのは相当しんどいからね,ね、うん、さあもう一枚いきましょうか かげろうさん20代男性の方です高校時代にいじめを受けそれから人と接するのが怖くなりましたなんとか高校は卒業できましたがその後は進学することもなくアルバイトもせず実家で親に甘えています今の自分を変えたいと思い昨年アルバイトを始めたのですがコロナウイルスの影響でクビになってしまいまた引きこもりのような生活を送っています社会との接点がなくとても不安です僕はどうすればよいのでしょうか。 だからコロナがねさらに追い込んでんだよね、うん、うんでも自分自身でも分かってる通りコロナなんのこう彼が一歩変えなきゃと思って前に出たことは間違ってることじゃなくてコロナの状況じゃなかったらバイトで人との交流が生まれて何かしらのこうきっかけになってったんだと思うんだけどそれはコロナっていうもう今有事だからもう戦争が起きてるのと同じだと考えたら。 それれでできっっかけけがそがれちゃってるだけなんででこのコロナは収束する俺はこう預言者でも何でもないですけどこういう感染症が治まんなかったっていう歴史はないんで、まあ、これどのぐらいでこう収束するかまだ見通しは立たないけどいつの日か収束するだからそのために今何を準備すればいいんだろうっていうのを、えー、バイトじゃなくても、まあ、周りの、まあ、どういうところに行くんだろうな。 今だと。どこだと話聞いてくれんだろうな。うん、子供食堂みたいなところってなかったっけ。まあ、ありますね。たぶん、ぎょ、はい、そのお住まいの。行政のホームページ見て、なんかね、人との交流の接点持つようなページとかがあるんじゃないかなと思うんだよね。うんうん まあ簡単にね接点持ちなさいって言ってもなかなか持てないだろうけど、まあ、コロナは緊急事態宣言は2月の後半なのか3月の中旬なのか分かんないけどその辺が緊急事態宣言が明けそうじゃない だからつってでもすぐバイトがやれるわけじゃないだろうけどでも準備しとかないとね、うんうん、でもこの方はもう自分で一回踏み出してるわけですからねそれ一歩踏み出してるからそれはなんか確かにせっかく踏み出したのに心折れちゃったっていうのはその折れたのはあなたのせいじゃなくてコロナのせいにしていいと思うんだよね。うんうん さあ今週のニュの部活以上となりますえ。ニュースクラブと東京都主催の若者支援のオンラインイベント「若チャレ未来のヒント見つけよう」のコラボ、若者のリアルな悩み相談、あなたからのメッセージを受け付け中です。メールアドレスアルファベットすべて小文字でニュースクラブアットマーク j o q r .net n e w s c l u b アットマーク j o q r .net 引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしています。 東京都葛飾区ラジオネームミッチェルさん29歳女性の方からいただきました去年マンションの隣に住む人の火の不始末が原因で夜中にぼや騒ぎが起こりました被害は私の部屋にまで広がり大変な思いをしました 相手の保険会社からは様々な保証をしていただいたのですが今でも突然怖くなって夜中に目が覚めたり煙の匂いがすると軽くパニックを起こしたりしてしまいますそのせいで心が休まらずあまりよく眠れていません安眠グッズや枕など自分にできることは一通り試してはみたのですが効果はありませんでした精神的な苦痛を受け購入したグッズの費用などの賠償をしてもらうことは可能でしょうか <laughs> 苦痛は分かんないですけどなんかこう精神的な苦痛に関してはんなんか訴えられそうな気がしますよね、うん、うそっちはいけるけどグッズは無理っぽいなもう、ね、あなたのせいで眠れないんでグッズ買いますよって言ってたら別だけどそういうアンミングッズ買いますよあでもそれでもだめか契約になってないなえ まあでもトラウマはトラウマになりますよ寝てるときにやっぱりこう、隣が火事になってっていうね、親になって、うわ怖いわっていう、寝るのがこう、もし、うん、グッズは無理かな、<laughs> むずいな、むずいんじゃないかな、<laughs> うん、精神的な、それももしかしたら無理なのかもな、飾りの賠償しかしてもらえないんじゃない家は、まあ、もうね、してもらってますもんね。うんうん まあちょっとグッズは難しいと思いますねい、はい、であと精神的な部分については、まあうん、賠償を受けられる可能性もあるとは思うんですが、うん、まあそもそもですね、あのー、今回保険会社からいろいろ保証はすぐされているということなんですけどえっ、ー、と 故意あるいは過失だから、まあ、わざとやるかあるいは不注意でやるかによる恋でやるか、うん、あの過失でやるかっていうものがあって、えー、他人に損害を与えた場合には賠償はしなきゃならないっていうのが民法の定めになってます、うん、でただ日本って結構木造家屋が多かったので、はい ちょっとこう,うっかりした程度でもかなりこう火が回ってしまってものすごい範囲に被害が生じるような事態になってたんですね。なのであのぼやとかその火事については失火責任法っていう特別の法律があって単なる不注意ではなくて重火質ですね不注意がすごく大きい場合に、うん、あの賠償の義務を負うと。 ということになってます例えば、まあ、これ危ないなと思いながらネ、ね、タ箱を続けるとかあの天ぷら揚げてる鍋を火つけたままか台所離れてしまうとかそういうものがあるとさすがに重過失があるということで、まあ、あのここから生じるようなものが燃えてしまったとかそういうものについては賠償しなきゃいけないですし、まあ、身の危険を 感じたことによる精神的苦痛っていうところについての慰謝料です。とか、そういうのはまあ賠償の範囲になってくるかなっていうところなんです。ただまさすがにこうアンミングッズとか、じゃあちょっと気晴らしに旅行に行ったので、旅行の費用とか。まあそういう話になってくるともうきりがないですし。まあ、損害の範囲っていうのにはちょっと入ってこないと思うので、まアンミング、ツヤ、枕などについてはちょっと難しいかなというところになってきます。 まあねもう江戸時代から火事は多かったでしょうからね、うん、日本はね、ああ日本全なかちょただ火事のルールは日本独特なものは、ねうん、そうですね、恩恵とかだとやっぱり石造りの家とかで100年たってもまだありますっていうものもあるんですけど、うん、やっぱり木造は燃えやすい、広がりやすいっていうのが特徴ですね。ということで、このコーナー、悩めるあなたからのメール、ファックスを受け付け中です。以上今週の悩める人でした 田村淳のニュースクラブそろそろお別れの時間となりました来週はエコノミストの蔡増美さんと伝説の家政婦田山島さんをお迎えして毎日のご飯作りが楽になる最強料理術について伺いたいと思いますいやすごく嬉しいです僕田山島さんあそう、会いたかったの、はい、僕は、ねうん、NHK のプロフェッショナルを毎週見てるんですけど、うん、田山島さんもう四回五回出てますからねえー、プロフェッショナルに一回出てまあちょっと プロフェッショナルが追えないっていう,こう密着で追えないっていう今のコロナ事情もあると思うんですけど、うん、その間に田さん島さんがなんかこうレシピみたいなのを紹介するプロフェッショナルが何回かあった、うん、季節ごとぐらいにあってその度にこう俺は田さん島さんを今日初めて知ってああそうですもう伝説の家政婦です どうしても家政婦って言うとあの人がよぎっちゃう,う <laughs> 全然違う全然違うあのこっそり見てるような家政婦さんでもじゃあない三田さんとかでもなく田さんさん田さんさんですようん楽しみですね来週が、はい、あと若者のね悩みもう僕があの背中を押せてるかどうかわかんないですけどちょっとしたねきっかけになればと思いますんで皆さんぜひあのちょっとした悩みでもいいんでお送りくださいということで 今日はここまでです田村敦のニュースクラブまた来週ですさよなら,よならこの後は親父パッション